本当は構ってほしいけど、果たしてお役に立てようか。夜のしじまに出会った我ら、おそばにそっとで結構です。福島信弘のどうぞお構いなく。皆様こんばんは、 MBS アナウンサーの福島信弘です。福島信弘のどうぞお構いなく、少し時間が短くなりましたが、きっちり放送してまいりますので、どうぞお付き合いください。さて、もう春も随分と深まってまいりまして、先週はねお出かけということで、お花見に行きまして、非常に楽しい時間をね、過ごすことができましたけれども、今日はスタジオに戻ってまいりまして、いつも通りの放送をいたしますが、メッセージがですね届いておりまして、早速ですけどご紹介しましょう。もうあの時間が短くなっちゃいましたんでね、トントンといかないといけないんですよ。姫路市にお住まいのラジオ部屋の怪人さん、いつも聞いてくださっているんですが、真夜中の575の終了宣言を聞いて寂しかったですというメッセージです。番組の構成と予算上仕方ないとは思いますが別に予算の問題じゃないです。予算は一応ないことはないんですよ。あの5000円を、ね、プレゼントするのがその渋ってるっていう話じゃなくてですね、時間が短くなっちゃったんでどうしようもないんですけど、お金ではなく番組の目玉ではなかったのかと思います。私は過去575でお金もいただき、電話出演もさせてもらい感謝しております。また家内はテレビ族ですが、昭和の匂いがする一風変わった正統派、福島さんの大ファンです。一風変わった正統派っていいですね。スタッフの皆さん、お金もポストカードもキーホルダーも何もいらないので、真夜中の川柳を継続してくださいという、もうちょっとね悲鳴にも近いようなメッセージをいただいています。神戸市東灘区にお住まいのうさぎさんからも同じような内容で、真夜中の575のコーナーがなくなるのが個人的に残念です。というのも常連さんを中心に皆さん頑張って投稿されているなと感じていたからです。そうですね、ミッシーさん、崩れそうの管理人さん、おびきゅうさん、まこやんさんなどなど、時間の問題、大人の事情などはあるとは思うのですが、一人でも多くのラジオネームが紹介されるコーナーもぜひ検討願えたらと思う次第です、というね、こういうメッセージが来ておりまして、まあ我々としましてもですね、やはり顧客の声は大事にしていきたいというね、こういうクレームではなくご意見というのはね大事にしていきたいということで、皆様に、朗報でございます。生放送の時だけなんですが、575復活させます。はい、これはですね、あのもうこれだけ言われちゃったらしょうがないですね。ただ、まあ、毎週やるとどうしても時間の問題がありますので、月に一度の生放送の時に、575をご紹介いたしますの で今まで通り5000円をね、最も素晴らしい作品にはプレゼントするということをいたしますので、いかに予算の問題じゃないぞということをね、ここでちゃんと言っときますんでね、ぜひとも皆さん送ってください。であのテーマを申し上げます。テーマは復活です。この復活が入りました575ですね、番組宛に送ってください。月末の生放送の時に必ずお送りします。生の時だけ575として、こちらの575継続させてまいりますので、生の時だけ、575どうぞ送ってください。復活ですよ。それでは番組へのご意見、それから5000円が当たる極楽リクエストですね、もやっとも含めて宛先を申し上げておきましょう。おはがきの方は郵便番号 530-8304、MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係まで。メールは fuku@mbs1179.com まで。ファックスは大阪 06-6809-9090 番までお送りください。たくさんのメッセージ、575復活をテーマにしました575、ね、生の時だけ575ぜひとも送ってください。お便りを紹介したすべての方に番組オリジナルのおかまちゃんポストカード、これもね継続しますよ。飯炊き釜のキャラクターがついておりますが、こちらをお送りいたします。またそのこれはいいなと思ったメッセージの方にはキーホルダーもお送りいたしますのでね、ぜひとも、たくさんのご意見、それからリクエスト、これリクエストね、これ特にね今後強化していきたいと思っておりますので、強化ってじゃあどういうことだって話になるんですけど、まあぜひとも皆さん送ってください。5000円当たりますよ。はい、これでまあ納得していただけたかな、どうでしょうかね、わかりませんけれどもね、まあ引き続き今年度も愛してほしいなと思うんですけど、
今日はですね、番組の、目玉といたしまして、あなたならどうするのコーナーがあるんですが、このコーナーでもしもバグパイプを吹けと言われたらということでお送りいたします。バグパイプって皆さんね、名前は知ってるでしょうし見たこともあると思いますが、実際にどういう風に演奏しているのかと言われるとちょっと分かんないなというところがあると思いますので、本格的なあのバグパイプを演奏してくださる方にお越しいただいていますので、ぜひとも聞いてください。で、バグパイプといえばなかなかこう普段聞くことないんだけれども、これで一躍よく聞くようになったなという曲があったと思いまして、今日はそちらの曲からスタートしようと思います。朝の連続テレビ小説マッサンというね、ドラマがありまして、あの時期はちょっとウイスキーがね値段が高騰したりとかね、少しこうあの世の中に変化が起こったものですけれども、そんな中でラジオ放送する中でね、このオープニングテーマの曲麦の歌という歌がすごくたくさんリクエストかかっていて、もう毎日のように聞いていたんですが、あれからしばらく経ちましてとんと聞かなくなりましたね。今日久しぶりにこちらの中島みゆきさんの麦の歌からスタートいたしましょう。それではお聞きください、どうぞ。思えば毎日こうやってバグパイプの音をね聞いていたんだなと改めて思いますね。中島みゆきさんの麦の歌をお聞きいただきました。それでは今夜もこの後好きにやらせていただきますが、どうぞお構いなく。福島信弘のどうぞお構いなく。もやっと投書箱。怒りほどの高ぶる感情はないけれども、言わせてもらえる機会があるならばぜひとも言いたい、そんな生活の中で感じる違和感のような何かもやっとしたものありませんでしょうか。このコーナーではもやっとの集合体たるもやっと投書箱を開けてご紹介してまいります。パートナーは夜更かしイエローの信蔵さんです。どうも、福島くんの大学の先輩で、松竹芸能に所属しております夜更かしイエローの信蔵です。いや、よかったです。何がですか？あの真夜中の五七五復活を願うお便りが多すぎて、はい、もやっとのコーナー消えるんちゃうかなってヒヤヒヤもんでした残ってよかった。いや、でも徐々にというのありますからね、じわじわとこうシフトしていく。そうそうそう、やめてください、やめてください。1分減り2分減りね、3分減り、そういえば信蔵さんいなくなったなみたいな、みたいなね。最近 AD に信蔵って入ったらしいなみたいなことにね僕スタッフとしてもういやスタッフさんでも何でもやりますよAD さんでもいいですか？全然バイトよりもいい、はい、そっちでいいですか？ MBS に来させてください。そうですか、はい、なるほど。まだしばらくは続きますけれどもね、はい、たくさん来ております。大阪府松原市、ラジオネームネオンテトラさん、いつもありがとうございます。はい、先日スーパーで遭遇した老夫婦の話です。閉店1時間前に半額シールを貼ってワゴンセールをする、少し前にワゴンセールをするであろう商品をカゴに入れてスーパー内をうろうろしていて、店員さんが半額シールを貼り出したら、その老夫婦があらかじめカゴに入れてあったパック寿司を差し出して半額シールを貼ってもらっていました。あら、しかも私が好物で狙っていた鉄火巻き2パックも非常にもやっときましたもやっときました、イラッとしてますよね。許せない、反則行為だと思いますという。これはもやっとじゃなくてイラッとしてますね、完全に。いや、これはダメですよ。ずっこいですね、本当に。あれは横でじっとみんなで待つという時間も含めての2割引きです。あそこでこうね、みんなじっと見るじゃないですか。そうです。私は特にそういうつもりでもないんだけど迷ってるだけだよみたいな顔して見てるじゃないですか。で、行ったり来たりしてね、あのピッピの機械が来て、はい、で上からシールパッて貼った瞬間が、あのピストルが鳴った時でしょ。そうです、ドーンでしょ。でそこでダーって手を誰が取るかというね、新春のこの競技カルタみたいなもんじゃないですか。そのままパーンってコロッケ飛ばしてもいいぐらいの勢いで取るわけじゃないですか。それをこれは安くなるであろう商品を先に取っとくなんてね、これはもう極悪非道ですね。これは暴走老人だね。暴走これはダメです。こういうことをお年寄りやからと言って何をしてもいいわけじゃないですよね。そうです。そこにシルバーシートありませんよ、本当にダメです。いいセリフですね。そこにシルバーシートは、ね、スーパーのねワゴンセールにシルバーシートありませんので、ね、なるほど。みんながそこはみんなルールを守ってスタート地点は一緒ですよ、はい、っていうことです、ね、美しい国日本ね、不分率守っていきましょうよ、そういうね。あとスーパーで言うと、あの一回取った商品を全く違う棚にポンと置いて買える人ってたまにいないですか？あ、いるいるいる。あれどういう神経してるんでしょうね、
おかしいね、あれは絶対元の棚に戻すべきですよね。いらないんだったら靴下売り場にたまにこうキュウリとか置いてある、置いてる置いてる、どういう神経してると思いますよねこそっと置くっていう。尼崎市にお住まいの48歳ロールスロースさんからいただいています、はい、この前会社の同僚との飲み会があり、帰りが終電の時間になってしまいました。帰りの電車はボックスシートで、乗客はポツポツとしかおらず、はい、隣に誰もいない状態で座ることができました、うん、まあ、まあいいです、嬉しいですよね、うん、発車間際そこへ一人の女性が乗ってきました、はい、その女性は一人で使えるボックスシートを探しているようでしたが、どうやら空きがなかったようです、はい、その女性は私のボックスシートの隣まで来て一瞬止まり、私の横のボックスシートに座りました、はい、そのシートにはすでに男性が一人座っていて、止まったし一瞬でその男性と天秤にかけられたように感じてしまい、もやっとしてしまいました。これは非常にわかりますし、その女性側の気持ちもすごいわかるんです、うん、僕も同じことをよくやりますし、うん、え、どうですか、例えばその隣が女性の場合、うん、男性の場合とこう2パターンあるとするじゃないですか。そこに行ったらまず男性の方に座るんです。僕座りますよね、はいはい、痴漢やと思われたら、まあね、変な目で見られたくないから、はい、怖いんで、うん、女性と女性の場合やったら、うん、これが非常に困るんです。なるほど。こうなるべく席を端っこを使ってくれてる方、うん、スペースをちょっと空けれる方のところに僕は座るようにしてるんです。なるべく疑われないように。怯えて生きてるんですか。そうですね窓側に座れた時は、はい、手を窓にこう窓のな察して3みたいなとこあります、うんうんうん、あそこに手を置いて暗闇でも窓の外を見るようにしてずっと過ごしてるんです私は見てませんよ。そうですよ、あなたのことは。と、まあそうですね。でもこれ自分がされると、これしかも同じぐらいの年格好で、はい、でこう選ばれたと思うと、48歳男性ちょっと辛いとこありますね。自分の隣に座ってたのによそに行かれる時もたまにありますけども、うん、それもやっぱ気になりますね。あれ、これでも48歳女性だな。あ、なるほど。あ、じゃあ別にそりゃいいんじゃないですか。まあね、ボックスシートでね、自分同性だったら別に向こう行ったってしょうがないなと思えるんじゃないのかな。あ、相手が男性で、それでも来てほしかったってことですか。どうなんでしょうね。ニンニク食べた後とか隣に来られたら嫌やとか、そんなんあるかもしれないですけど、うん、そんなんでもないですしね。ねえ、うん、いいじゃない。よ、うん、広く使えてよかったじゃない。よかったじゃない。別に女性の方ですか。もやっとしないじゃないっていう話。あ、なるほどね。思っちゃいますけど。それでも選んでほしかったと。まあ確かに、まあ天秤かけられたと思うのはありますよね。まあ、満員電車というかね、ある程度埋まった席の中で横に長いね、椅子の長い椅子の席だとしても、ロングシートありますね、はい、自分の横だけずっと空いてると、なんかしました私って思いますよね。そうですね、うん、ちょっと一旦服に寄ったりしますね。そうですね。するする。カバンとか置いてたって置いてないかなみたいなね、いや、置いてない。ありますよね、さあ信蔵さん、はい、なんかもやっとしたことありますでしょうか。はい、そうですね、4月、新年度ということで、はい、今年こそは賞レースで結果をぜひとも残したいなと、はい、あ、言ったね、はい、はい、思ってるんですよ、まあ、まあまだあるとは発表されてませんけども、うんうん、な他局で申し訳ございませんが、その M1 グランプリとかを目指してこうやってるんですけども、はい、うん、そうですね、ちょっとせめて2回戦をね。そうですね、うん、過去を思い出すと、福島くんは、はい、その過去 M1 で準決勝まで行って、はい、敗者復活まで行ってるでしょ、はい、学生の時ね、はい、これ2回ね、ただその時、うん、2回行ってますよね、はい、その時両方とも僕1回戦で敗退してるの覚えてますはい、よく覚えてますよ。でその僕に対して福島くん、はい、準決勝に行きました、信蔵さんネタ見てくださいって意見聞きに来たけどどういうつもりだいやいやいや、そういうこともあるじゃないですか。だってまあ先輩だし。あ、そうですね、先輩やし、意見をやっぱ聞きたくて、元の元ちゃうわ、芸人さんやから意見を聞きに来たんかなと思って、はい、そうそう、僕一生懸命ね、うん、お話してこういう方がいいんじゃないかっていうふうに言いまして、はい、で僕実際そのテレビでネタやってるのを見たら、はい、僕の意見全然参考されてなかったんで、あ、面白くなかったんやと思って、うん、そうですね、いろいろ一回やってみたんですけど、はい、競技の末、うん、ちょっとちゃうな、ね、なったという、まあ、そういう経験で、それがもやっとしたことです。非常にもやっとしたことを思い出しまして
そういう季節ですね。でも今年こそはね、今年こそは、はい、頑張って、はい、3回戦準決勝と駒を進めたいなと。なんでそこで決勝ってとか、そう、優勝とかまで言えないんですか。 そこはねまだ分不相応かなと思う。3回戦まではなんとかいきましょうか。いきます、いきます。とりあえずね、はい、もうこれ放送で言いましたからね。はい、できればカットしておいていただけたら2回 あなた自体がカットされるかもしれない。今頑張ります。本当に、以上萌えと投資箱のお時間でした。ありがとうございました。福島信弘のどうぞお構いなく、あなたならどうする？備えあれば憂いなし。このコーナーは、もし突然こんな状況に巻き込まれたらあなたならどうしますかをテーマに、さまざまな分野の事情通をお招きし、人生を乗り切るためのヒントを聞くコーナーです。今回のテーマはこちら。もしもバグパイプを吹けと言われたら。まあ、言われないと思いますけども、皆さんバグパイプというのはまあご存知ですよね。テレビで見たことある方もいらっしゃると思いますが、実際に生でその演奏を聞いたことがある方は少ないのではないでしょうかね。そこで今回はですね、バグパイプの世界についてじっくり迫ってまいります。ゲストはラムゼイパイプバンドの皆さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうすでにですね、皆さん完璧な状態で、いつでも演奏できるというような格好ですので、早速ですが1曲演奏していただけますでしょうか。それではお願いします。ありがとうございます。早速演奏をお聞きいただいたんですが、ここからはお話をいろいろと伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうぞおかけください。ありがとうございます。いやー、すごい。まあ早速なんですけど、ものすごい迫力といいますか、音大きいですね。はい。めちゃくちゃ、まあ、ちょっとラジオでどのぐらいわかるかわかりませんけど、はい、すごく大きい音で、もう目の前にいますとちょっとこう耳がこうふわーっとまだ反響してるのに。だからよくイベント行って、はい、他の人お客さんが喋ったらごめんねって、喋れないので大丈夫ですよっていつも言ってます。そうですか。今日はいろいろとお話伺ってもらう、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずご紹介をしたいんですが、はい、ラムゼイパイプバンドの皆さんなんですが、はい、先ほどお声出していただきましたのがリンゼイキャメロン野見山河合さんという方でございまして、はい、これ全部でお名前なんです。そうなんです。でも日本語すごく堪能でいらっしゃいますね。父が一応日本人で、中高大が、日本教育で、大学院だけスコットランドに帰らせていただいたんです。じゃあもうほとんど日本語で育ったような状態ということですね。そして息子さんでいらっしゃいます、はい、一世ラムゼイ河合さん、はいはい、息子さんすごくこう背が高くて、はい、いやまだ父さんの方が高いんですよ。めちゃくちゃなまってますね。いや、お父さんがもう普通に純日本人なんですけど、はい、192センチあって。え、そうなんですか。、はい、だからいつも驚かれるんですよ。お父さんの方が背が高いぐらい、ね、そうですね。すごくいわゆるイケメンでして。おいくつですか。旦那がイケメンなんです。あ、そうですか。ごめんなさい、息子は別なんです。いやご主人の血を引いてらっしゃると思いますけども。僕は18で18歳で、はい、お二人がバグパイプを担当してらっしゃる、はい、ということですね、はい、そして、モード・ロバート・ラムゼイ野見山さん、yes. どうぞよろしくお願いしますが、リンゼイさんのお母様に当たる、はい、モードさんは日本に住んでらっしゃるんですよね。あ、住んでます。はい、私が間違いしました。日本人と結婚しました。だからこの家族です。いや別に間違ってはないと思いますけど。あ、そうですね。お二人が住むようになったのは お母様の代から住まれるようになったという、はい、ことですね。そしてもう一方、エリザベス・アブリル・スミトン・モスさんです。どうぞよろしくお願いします。 Hello, how do you do?、エリザベスさんは日本にお住まいではないんです、ね、じゃないです、1ヶ月間だけ遊びに来てもらってるんです。今日たまたま、そうです、日本にいたから来てくださったという、はい、ちょうど、日曜日にスコットランドの運動会があったんで、はい、そこの出席のために来日してもらってたんで。へえ、そうなんです、はい、在日スコットランド人のという。そうです、関西ハイランドゲームズって言って、もっともっと東京に一つあったんですけど、今は日本唯一のハイランドゲームズです。へえ、はい、そのためにわざわざお越しになって、はいはい、
で今日主催者なんで。あ、そうなんですか。それで、まあ、この番組にも出ていただけたって本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、先ほどご紹介したお母様のモードさんとおば様のエリザベスさんのお二人が、はい、演奏してました。これ、まあ、太鼓といったらいいんですか。テナードラム、はい、一応3種類があって、大太鼓、はい、ベースドラムとスネアドラムで、はい、テナードラムで、一番テナードラムは見た目が一番美しいんですよ。いわゆる学校なんかにも置いてあるような 小太鼓って言ったらいいんですかね、はい、のような形をしていますが、はい、あの叩くバチが変わってるっていうか、はい、赤いボンボリみたいなのが、あ、ボンボリがで、いろんな色があるね。あの半模様だから赤側と青とか、紺、白、ピンクもあったんですよ。いろんな色があるんです。そのキルトの一緒に合わせてみんな買うんです、はい、こうくるくる振り回しながら叩かれる姿がすごくかっこよくもあり、どこか可愛らしさもあって、はい、素敵だなと。ちょうどバグパイプって吹いてたら頭の中の酸素がなくなるんですよ。へで、よくあのリピートがあるんです、はい、だから自分はどこでどこを吹いてるのかよくわからないためにその模様でこれをくるっと回したらリピートいってますよ、まだ1回目よっていう風に印にもなってるんです。指揮者のような役割をじゃあしているんですかね。指揮者はまだ別にいるんです、ま、でドラムメジャーって言って長い棒を持ってそれを振り回したりするんですけど、進行をこう教えてくれるって、ここまで来ましたよっていうのを、はい、あの振り付けで教えてらっしゃる、はい、そうです。そして今日は皆さんお衣装で、あの、ね、来ていただいたんですが、はい、ラジオで見えないんですけど忘れ物がなかったらとりあえずあかんからとりあえず衣装まとめてきました、まあ、まず普段我々が、ね、生活していてお見かけするような服装ではないなという感じなんですが、はい、塩ビ服の尻尾をちょっと短く切って、はい、下にチェック柄の布を、タータンです。タータンチェックのチェックダメです。あ、タータンの布を、はい、タータンって言うんですか。これはタータン、はい、カモンです。チェックは模様何でもいけるんですけど、だからくっつけたら家紋のようなものってなるから、そうなんですか、すごい否定されるんで、タータンはタータン、チェックはチェック、これ本物だと。はい、そうです。でこのタータンを巻いてらっしゃって、巻いてるでいいんですかね。はい、はい、巻いてます、はい、あの巻き物です。着物と一緒なんです。で、まあ、男性も女性も皆さん、いや、これは男性の着るものであって女性は着たらダメなんです、本来は。はい、でドラム、バグパイプで、あとダンサーは着ることは許されてるんです。へえ。あの洋服とか見てもらったら皆さん左上が男性で右上が女性って、でまあ一説実際どうかわからないけど、このスコットランドのキルトから来てるっていうの。左上が男性、ちょっとドキドキします。右上が女性、全然めくってもごめんなさい、チラ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 何にもないんです。めくってらっしゃって、あの完璧にあの8メーターからだいたい10メーターの生地を使ってますので、どんだけ巻いても見えることは絶対ありえないことなんです。そんなに長い布なんですね、はい、これを巻いてらっしゃって、で、長い靴下とそこに、はい、これはあの黒いナイフって言って隠れナイフなんです。これナイフが刺さってるんですか。はい、そうです。あの有効の印で隠れナイフ、ここあの袖口に入れたり、襟の後ろに隠したり、帽子の中に隠してるナイフを堂々と見せてる。へえ。だから私が自分の身を守るために出そうとしたら、私出すことをあなたが見えるっていうことで、自分で構えができるっていうことで有効の印で見せてます。敵じゃありませんよということなんですね。そうそうそう、あなたも敵として見なしてないので堂々と出してますっていうことです。そして革靴をその下に、はい、紐ぐるぐる巻きになってますけど、はい、だからもともと穴が開いてた、今日本の男性の靴ですごい人気なんです、この模様、アイビー模様で、はいはいはい、これもともとスコットランドの靴なんです。あ、そうなんですか。はい、まだなかなかバグパイプにたどり着かないんですけど、はい、ようやく今の見た目の話が終わって、ありがとうございます。でいよいよ本丸に入っていきたい、そのバグパイプなんですが、はい、私想像していたよりも大きな楽器ですね。そうです、であの楽器でもないとか言われてるんですけど、楽器じゃないんですか。はい、スコットランドではもともと武器として使われてるんで、あの戦争で一番前にまずバグパイプが先に行って相手に、はい、恐怖心を与えるんです。で正式に10年前にバグパイプが戦車の後ろに立ってよろしいっていうあの OK もらったのは正式に10年前でもらったんです。それまでは誰が OK したんですか。それあのバグパイプの一番偉い人っていうことが戦争で一番前に立たなくてもいいですよっていう OK もらったんです。そういう会長さんって言っていいのか、そういうこう
実際誰かがわからないけど、多分あの戦争に行った指揮者と思うんです。リアルな体験をした方、はい、もう絶対バグパイプは魂だけが帰ってくるということだったんで、一番前の人が一番必ず死ぬんで、だからそういうのを戦車の時代になったんで、もうもったいないっていうことで戦車の後ろでバグパイプ吹いてくれっていうことになったんです。へえ、じゃあお二人は武器を今日は演奏したという、そうですことですね。はあ、太鼓は楽器でいいんですか？太鼓も武器ですか？一番後ろで歩いてるんで武器じゃないんです。これは武器じゃない。へえ、そうなんですか。いや、で、あの、このバグパイプというものはいろんな種類があるそうですね。はい、そうです。羊の皮でもともとできてるんです。でそこからだからいろんな形、いろんな室内楽器からとか、あとスコットランドでもコールドウィンパイプス、コールドウィンパイプスって言って、口から吹くんじゃなくて脇でこうアコーディオンみたいに空気を送り出してこういうのもあるし、室内楽器みたいなバグパイプもスコットランドもあるんです。で各中近東ヨーロッパは全部それなりのバグパイプ、形違う、音が違うバグパイプがあります。へー、今日演奏してくださったバグパイプは何という種類なんですか？The Great Highland Bagpipes。 グレートハイランドバグパイプスというんですか？はい、ほう、これはどういう特徴があるんですか？うるさい。わかりやすいです。音が大きい。、はい、じゃあ最もその戦の時には、戦争の時には一番ふさわしいというか、はい、なんかあとスコットランドだったら丘の上から次の町まで、それで伝えれるから、へ、聞こえるから、丘の上立ってたら全部音が流れていく、谷間とか全部通信手段のような役割もあるという、はい、へえ、そうなんですか。これバグパイプって、まあ、言ったらバッグのパイプ、という、そうです、単純に今ことですよね、はい、袋に管が刺さってますという、刺さってます。ということなんですよね、はい、まあ、なかなか私本物見たことがないんですけど、はい、大きなこれ布の袋でいいんですかね？そうです、本当はよく私服前は羊の胃袋って言われてるけど、胃袋ってめっちゃちっちゃいんですよ、羊の皮を全部塗ってできたものと思われるんです。今はやっぱり日本なんか特にゴアテックス使ってます。もう気候が合わないんでカビだらけになりますので、あ、合成ゴムというか、はい、そういうものを使ってる、はい、へえ、でできた、まあ、袋があって、横と、そうですね、まあ、50センチぐらいですかね。で形は胃袋のような本当に形をしていますね、はい、そうです。でそこから管が何5本、大まかに5本です。5本出ている、口に加えるブローパイプ、はい、で、肩の上に乗せるブーっていう音、ドローンが3本、へえ。であとメロディーが、チャンタというのが1本で、合計5本。このチャンタという管に穴が開いていて、はい、メロディーを、音階を演奏することができる、はい、ということですね。そう、ドローンっておっしゃいましたけど、ドローンというとね、大体飛ぶものかなと思っちゃうんですけど、それが発明される前からのドローンです。そうでしょうね。何百年も前でしょうからね。はい、これ、これが特徴なんですか？そうです。ブーっていう音です。で、一応短いのが2本と長いのが1本で、2オクターブの A、ロー A を出してます。へえ。で、ここが面白いのは、スコットランドでは A と言うんですけど、A、ロー A。A ですね、はい、はいはい、ドレミというのを使わないんです。あ、なるほど、で A ですけど、世界中の楽器屋さんはそれ B フラットだよって言うんですけど、スコットランド人は頑固なんで絶対買えませんので、これは A です。へえ、なんて言ったら国際基準と言いますか、はみんなは勘違いして B フラットと読むんですけど、これは私らにしたら A です。そうなんですか、もうイギリスの方にとってはもう、イギリスは違います、スコットランドです、帰りますよ。難しいな、スコットランドの方にとってはこれが A の音なんですね、はい、なるほど、そう、これが基準となって、この3本の、管は音変わらずにずっとなってるんですね、はい、のはずです。おで音を出す時には袋からの空気ですか？そうです、なんか空気に入れて、でそこから一定の気圧でボンと押してブーッと押して、もうちょっと気圧加えてメロディーを出すんです。だから一番難しいのは綺麗に入ること。うーん、最初が肝心、肝心。よく私らは女性として例えるんです。やっぱパイプはもともと男性なんです、うんうん、今でも女性がやっぱり戦争に一番前に行かないといけないから、女性って出すのがすごい嫌がる人が多いんです。なるほど。だから男性が女性をちゃんと扱えれるかどうかってバグパイプで見るんです。
奥さんのこともあるんですけど、旦那さんがちゃんと今日綺麗やね帰ってきて、ちょっとチョコレートでもバラ一本でもビール何でも買ってあげてくれたら、はい、ビールは出るわ、肉は出るわ、でも無視してかと家帰ったらもうすごい水もそこにあるやろっていう感じにされぬって一緒で、バグパイプもちゃんと扱っていないと、ブーって言う音出ないんですよ。へーとかうーとか、すっごいやっぱりちゃんと扱ってあげないとすねるんです。結構難しいんですね。じゃあ演奏しようと、はい、そうそう弾けるものでもない、単純なほど難しい。へー。であとすぐに難しいのは綺麗に終わらすこと。ここでちょっとあの私のバグパイプここなんですけど、触ったら音が出るんですよ、はい、だからあの綺麗に止めるのっていうのがすごい難しい。へえ。ずっと鳴り続けてしまうってことですね。はい、ちょっとあ当たったらあの柔らかい布なんで押したら音が出るっていうことなんで。へえ、繊細な楽器なんですね。はい。でも音うるさい割にはまあ今はそのねお話の中では言ったら戦の中で使うものだという話でしたけど、はい、まあ、今戦争してないですよね、はい、そういう時は他にも使う場面ってあるんですか？観光総裁、必ず葬式、必ず結婚式、セントアンドルズって言ってスコットランド の、 あのジーザス、イエスさんについたうちの国の聖人はアンドリューなんです。11月25日、で彼の日は必ずパーティーとか、まあ、どのパーティーでもバグパイプ必ず出ます。1月25日生まれのバーンズ詩人、だから麦畑、うんうん、あの蛍の光を描いた人、スコットランド人なんですよ、うん、はいはい、で世界のあちこちで必ずその日にみんなでパーティーをするんですけど、それも必ずバグパイプ出るんです。へえ、はい、で、まあ、元旦、大晦日も必ず出ます、うん、お正月にも、はい、もうバグパイプがないと生きていかれないそんなに。へ、あと 2,3 箇所でスコットランドで毎朝に必ずバグパイプが丘の上でバグパイプ吹くんです。そうしたら死んだスコットランド人の魂はバグパイプの音色で帰ってくるんです。だから葬式で必ずバグパイプ吹くんです。でその音色で飛んでここだよって言ってバグパイプで迎え入れるって言って魂が絶対スコットランドに帰るように目印になるようになるんですね、はい、じゃあもう本当に生活とずっと一緒にあるという、はい、今でもそうなんですね。そうです。だからバグパイプ吹いたらどこの国でももうパスポートよりも重要なことなんです。もうパイパーなの、ここ来てここ来てっていう感じなんです。パイパーっていうんです。パイパーっていうんです。演奏する方のことをパイパー。パイパー。あ、そうですか、はい、日本でこのバグパイプを演奏している方ってのはどれぐらいいるんでしょう？結構いますよ。あの長崎もパイプバンドあるし、大阪はうちあるし、メインが東京パイプバンドやけどあと 2,3 個はいるっていうふうに聞いてます。で、仙台の方もいますし、あと北海道陽一の方もパイプバンドあります。はあ、そうなんです。結構多いんですね、はい、であと個人パイパーもあちこちいっぱいあります。へ、日本人でも弾いていいんですか？これあ吹くんですけど、はい、必ずどこの人間でも吹いてください。それは吹いていいんですか？はい、その服装も着ていいんですか？はい、本来は許可を得ないといけないんですけど、まあ、そこまで言わない。だからただしタータンを身につけてる時は絶対悪いことはできません。ああ、そうなんですか。いつかの恥になるんで。へえ。だから制服を作ったのもスコットランド人。そうなんですか、はい、スコットランド生まれのものすごく多いですね。はい、テレビもそうですよ。テレビもそうなんですか、はい、へえ、知らないことばっかりだけど。あと長崎にあるグラバー店はイギリス人って書いてあるんです。あれ嘘です、スコットランド人です、はあ、そこはもうしっかりと明確に、はい、メモっておいてください。メモって覚え、皆さん覚えましょうね。これはね全然違いますからね。あ、息子さん、一世さんは、はい、そのバグパイプをやろうってやっぱり思ったんですか？いや、無理やりやらされましたもうなんか基本的には母さんには逆らえないですそうですか、はい、なんかそんな雰囲気ありますね。確かにね、はい、言われてみれば強そうな感じなるほど、そうですか。バグパイプはもう12歳の時から始めてて、今18なんでもう6年ぐらい。そんなにちっちゃい時から弾けるんですか？いや、ドラムは1歳からですよ。歩ければもう叩け。だって楽器大きいじゃないですか。いや、もうちっちゃいの、 あの子供のプラスチックのドラムです一番そのスコットランドで有名なこのバグパイプ奏者っていうと誰が上がるんですか？これ難しい。
あのやっぱり人によって何を基準に選んでるかっていうのが違ってきますし、やっぱり弾く方で全然違うんですか。ソロで弾く方とバンドで弾く方が全然違うんです。へー、はい、あの基本的にさっき一緒に吹いてるんですけど、イッセが吹いてる曲と私が吹いてる曲は私聞こえないんです。もう耳元でブーッとしか鳴ってないので音が大きすぎてね、はい、だから相手がたまにやるんです、全然違う曲吹いてるんです。へえ。で聞こえないからドラムがはっていう顔するんですでドラムの方がいないと成立しないんですね。はい、だからそれに合わせてやるんです。へえ。あとお互いの指が同じところに来てるなっていうのを言って同じ曲やってるなっていうのでわかるんですそんな大きい音が鳴っててちょっと大変じゃないですかそれって。そうですね、あの小さな部屋でやったりしたら終わった後はちょっとずっとキーンとかなってますね、クラクラしますよね普通。そうですね、まあ、それよりやっぱり酸素ですね、ずっと吹いて入れてるのでここたまにクラッて、体調悪い時はクラッとしますもうもはやスポーツですね。はい、そうです。だから最初にあのバグパイプ吹く人は酸素がなくなってフラッと立つで、次に難しいの歩くんです。で最初もバグパイプなって吹いてる、はい左、あ右足、はい左、右左、あーってだんだん足が広がっていくの右足出されないんですよ。へー、あその歩き方も決まってるんです、うん、いやもう普通のマーチですよ、まあ、普通に歩くのもできなくなってくる、はい、そのぐらいにもう酸素がなくなる。へー、だから私らはもう最初が吹く前からちょっともうドローン一本だけでも鳴らしながら歩く癖練習をさせてそのがないようにしてます。へー、あの一世さんお友達にバグパイプ吹いてるんだって言って どんな反応ありますか。そうですね、 あんまり言わないです。親しい友達ぐらいにしか言わないですね。あそうですか。あの最近はそんなに結構言ったりしてるんですけど、やっぱり小学校とか中学校の時は恥ずかしくて、へーみんなにキルトって言ってもスカートとか言われるんですからやっぱり恥ずかしくて、もうなんか怒ってもバカにされるからもういいわ言わんとこうとか言ってこれスカートって言っちゃ絶対ダメなんですよね。はい、そうです。これがスカートって言うんだったら日本人着る着物も同じことじゃないですか。なるほどなるほど。しかも腰のラインまでピシッとしてポニーテールまでつけてるやん。はあ、私らしたらもっと女性らしい。なるほどなるほど、はあ、浴衣とかそういうことか。はい、へえ、これは歴史ある文化ある国は全部巻物なんです。なるほどね。いやこれバグパイプだけではなくてもう世界に今浸透しているそのスコットランドの文化の話にやっぱりなってくるなというふうな感覚になるんですけど、はい、やっぱりじゃあこのぐらいの時間じゃ到底語り尽くせない楽器ということですね、はい、これ実際に演奏を聴こうと思ったらどういうところに行ったらいいんでしょう我々。4月の第1日曜日でだいたい三宮で必ずそのハイランドゲームズでバグパイプの競技があるんです、はい、であとだいたいもう呼ばれたら行きますので、なんか催し結構祭りも出てるしもういっぱいあるなんか嫌み言ってますけどまあまり気にせんといてほんであの入りたいんやったらもう普通に調べてネットで調べてその僕たちのバンドやったらラムゼーパイプバンドとかで調べてもらえば、ほんでちょっと連絡くれれば普通に入りたかったら入れますし、そんな簡単に入れるんですよ。こんなあの格式の高いお話聞いたのにそんなネットでパッパで入れるんですか。いやなんかもうそういう入ったらあかんとかじゃなくてもう普通に入りたかったらもう普通に一緒にやろうみたい な、日本人でもそれはもうどこの国の人でもいいわけですね、はいはい、日本人の方が多いです僕たちのバンドでも、うん、そうですか、はい、でもそれだけやっぱり魅力的な楽器なんでしょうね。あ楽器じゃない武器、うん、聞き流しとったのに今武器だけどあとあのラグビーのためにたまに呼ばれて行ってます。へえ、はい、そうだ、もう本当にいろんなところで演奏してらっしゃるんですね、はい、まあ、ここまでのお話を伺った上でもう一度楽器の音を聞きたい、はい、楽器じゃないバグパイプの音を聞きたいなという、そういう時にバグパイプって言えば大丈夫です。この音をね聞きたいなと思うんですが、続いて演奏していただくのは何を。アメイジング・グレイス。アメイジング・グレイスを、はい、もうこれは馴染みのある曲ですが、はい、これをバグパイプで本格的な演奏で、はい、じゃあちょっと彼にちょっとソロをしてもらってから全員で入ります、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。いやあのお話を伺ってから聞くと確かに武器だなっていう感じが伝わってきました。いや本当に素晴らしい演奏、そして
面白いお話でしたね。すごく興味深いなと思いました。いや皆さんこれぜひね生で聞いていただきたいなと。この音の大きさも含めてすごくあかっこいいなっていう、日本の侍と同じような感じなのかもしれない。魂が一緒です。感覚がすごく分かりました。はい、今日はですねラムゼイパイプバンドの皆さんにお越しいただきまして、演奏とお話を伺いました。本当にどうも今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。まだ耳がキーンって言ってます。島信弘のどうぞお構いなく。ということで放送をお送りいたしましたけれども、いや素晴らしいですよ。あのバグパイプ本当に楽器じゃありません、皆さん武器ですよ。奥が深いなということよく分かりました。今日はですねいろんな、ね、お話も伺いましたけれども、来週も普通に放送します。あるビッグなゲストの方またねお迎えしますので、これはねまた楽しみにしておいていただきたいなと思うんですが、もうエンディングでございます。番組へのご意見、それから極楽リクエストですね、これはお金5000円がもらえる、極楽リクエスト、こちらとですね、もやっと、それから宿題も一応あります。はい、月に一度生放送の日だけの五七五用意しましたので、こちらをお送りください。テーマは復活ですね。宛先申し上げておきます。おはがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係まで。メールは fuku@mbs1179.com まで。ファックスは大阪 06-6809-9090 番まで、お送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。来週も金曜深夜1時10分からの50分番組なんですが、野球で繰り下げの可能性もありますけれども、どうぞそこは聞いていただきたいと思います。それから公式インスタグラムもやっております。アカウントはアットマークアルファベットでおかまい数字で79です。皆さんフォローお願いします。着々と数字が増えてきております。さあ来週は一体どんな方がいらっしゃるんでしょうか。皆さんにぜひとも聞いていただきたいんですが、どうぞお構いなく。